ファンタジーラジオ。はい、どうもアノチです、よろしくお願いします。はい、まあおそらく今日のラジオはねもうすぐ終わる。うん、まあちょっと質問なんですけどもね、うん、まあその質問の前置きとして、まあ俺はその慢性脳腫瘍という、まあ、病気になったわけじゃないですか。うん、でまあそれがまあニキビというかね、まあもう凄まじく強いスーパーニキビができて、もう海が出るみたいな、まあもう毎日ですよ、そんなものは。もう毎日海出てますよ。うん、まあそれはいいんですよ。まあ仕方ないからね、もうなったもんしょうがないから。でまあこれとどういうふうに付き合っていくかと。でまあ朝起きて顔とか洗うじゃないですか。うん、で今はね、その俺はギャッツビーのね洗顔を使ってるんですけども、まあそのギャッツビーの洗顔がダメとかじゃなくて、ニキビとかそういうものに適したその洗顔っていうのは何なのかなという質問なんですよ。うん、まあ俺あんまりそういうところに気を使わないで生きてきたから、うん、でまあこのね動画を見てくれる人の年齢層って、まあ俺よりも年上で女性の方が多いんだよね。うん、だからまあ女性が多いっていうことは、やっぱそういう肌に気を使ってきた人も多いだろうし、うん、まあ俺より長くね顔洗ってるわけだから、そういうところの知識も俺よりも絶対に豊富だと思うから、まあおすすめ教えられたところで、あ、じゃあそれ使おうとか、そういう風になるわけではないよ。そうなるわけではないけども、まあ、参考程度に、うん、ネットとかで調べればいいかもしんないけど、うん、そのなんつうのかな、ちょっと違うと思うんだよ。ネットで調べるのと、このラジオを動画ブログに載せて、そこでコメントとか、まあ、あるいはメールとかそういうものをいただいて教えてもらうのとだったらちょっと違うと思うんだよね。うん、その情報の得方が、うん、だからもし、はい、こういうのいいんじゃないかみたいなのがあれば教えてほしいです。その俺の理想としては、まず肌に優しいこと、うん、で安い、低コスト、うん、でどこにでも売ってる、うん、あとなんつうのかな、その俺なりの表現になって悪いけど、その泡とかそういうものが肌に優しい感じ、うん、まあ匂いとかはね、まあ今この時代さほど臭いものとかないと思うから、うん、匂いとかはそんなに気にしないけど、うん、まあもしおすすめあったら教えてください。はい、そんだけです。はい、そんじゃあります。またな。